こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロですごくいいカットソーを発見したので皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。最近はですね、朝晩がかなり寒くなってきましたよね。僕自身ですね、寒がりなのでなかなかこの気温になるとですね、外に出るのがちょっと億劫になってくるわけなんですが、そんな時に今回ご紹介するカットソーがあるとかなり使い勝手がいいかなというふうに思っています。ユニクロにもですね、カットソーいろんなバリエーションがありますが、今回ご紹介したいものはですね、今回こちらに用意しているですね、このアイテムになるんですね。はい、2枚購入したわけなんですが、これはですね、ソフトタッチタートルネック T シャツというアイテムで、値段はですね、驚きの1000円前後で買えるということで、めちゃくちゃこれが使いやすいんですね。僕はですね、カットソーを着るときにですね、基本的には半袖の普通のクルーネックが好きなんですが、なかなか秋冬には寒いので、首がですね、隠れるとすごく便利だなと思うわけですね。ただ首が隠れるようなものにはですね、一つネックがありまして、それはですね、首の周りがチクチクするのが嫌だというところなんですね。そうなるとよくあるようなタートルネックのセーターというのがですね、なかなか個人的には好きになれないんですね。今まで何度も買ってみたんですが、どうしてもですね、首の違和感があって着なくなってしまうんですが、このですね、タートルネックの T シャツ素材のものですね、これめちゃくちゃ肌触りがいいんですね。ソフトタッチという名前にある通り、まずは肌触りがすごくいいんですね。なかなかですね、動画からはですね、素材の質感そこまでわからないかもしれないですが、手触りがすごく柔らかくて、触っていても心地がいいんですね。これだったら首に長時間当たっていても全く問題がないということで、個人的にはですね、この2枚を購入しました。単純にですね、こちらを使うことで首元が暖かくて、秋に使っているようなアウターですとか、あとはトップスを冬まで延長して使うことができるという点ですごく使い勝手がいいんですね。正直これ1枚で着るようなことはないんですね。あくまで重ね着のパーツとして一番下に着て、この上にですね、例えばニットを着たいだとか、パーカーを着たいだとか、あとはアウターを着たいだとか、そういった形で首元のこのですね、タートルネックの部分を一部だけ見せてあげるというのがすごく使いやすいんですね。で、今回僕が買ったのは2色で、まずはホワイト。これはもう定番的ですごく使い勝手がいいんですね。そしてもう一つですね、すごく気に入っているのが、ブルーという色なんですね。これがですね、色合いがすごくいいんですね。ブルーという表記なんですけども、なかなかですね、複雑な色で、ネイビーといえばネイビーだし、ちょっとこう、深めのグリーンといえば深めのグリーンだし、もう本当に見る人によって色の表現が変わるような、すごく曖昧な色合いで、これもまたいいんですね。濃い色と明るい色、それぞれ一色ずつ持っておくとすごく便利なので、ぜひ皆さんにもですね、価格が安いので2枚の購入をお勧めしたいなというふうに思っています。これもですね、単体で見ただけだとどういいのかがなかなか分かりづらいかなと思うので、この後僕自身が実際に着ながら、どのような形でコーディネートに落とし込めばいいのか、このあたりもですね、しっかり解説をしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。今僕が着ているのはブルーの方なんですが、色味がですね、すごくいいんですね。先ほどもちょっと触れましたが、ブルー系なんですけども、ちょっとグリーンがかっているような、すごく曖昧な色合いで、すごく雰囲気がいいなと思います。あとは素材感ですね。これがものすごく気持ちいいんですね。ちょっと起毛感があるんですね。映像ではなかなか伝わりづらいかなと思うんですが、少しですね、起毛感があって、柔らかい肌触りになっているので、僕が着た今までのカットソーの中でも、もう断然これが気持ちいいですね。コット 100% ということで、滑らかな質感はすごく楽しみやすいのかなというふうに思っています。そして特徴的なのは首周りですね。タートルネックということで、この襟の部分が高めになっているわけなんですが、このネック部分って折り返す形でもできますし、今のようにですね、折り返さないで首の部分にですね、クシュクシュっと溜めるような形もできるんですが、
個人的にはですね、このような形で折らずに着た方がいいんじゃないかなと思っています。まあ、というのも折るとですね、結構小綺麗な感じになりすぎてしまうので、個人的にはちょっとですね、ルーズな感じで首元に溜めた方がバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、普段はですね、164センチ53キロなので、S を着ることも少なくないんですが、まあ、ワンサイズ上げたぐらいでちょっと適度にゆとりを持たせた方が今っぽいシルエットなのと、あとは首元が締まりすぎないので楽なんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、サイズ感に関してはですね、普段選んでるサイズよりも1個上げた方がいいかなと思うので、そのあたりはですね、皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。で、大切なのは、これ単体で着ることは個人的にはほとんどないということで、この上にですね、重ね着することで見え方が大きく変わるんですね。まあ、あくまでレイヤードの一部として使うのがいいので、この後ですね、実際にいろんなものを重ね着してみたいと思っています。はい、ということでタートルネックカットソーの上ですね、重ね着をしてみました。今上に着てるのは今季のですね、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのフリースですね。この前がジップアップになっているタイプはですね、襟元がすっきりとしているんですね。こういったノーカラー系のアイテムとタートルネックのアイテムというのはめちゃくちゃ相性がいいんですね。まずはデザイン的に見ても首元にですね、ちょっとしたアクセントをつけられますし、まあシンプルにですね、こういったノーカラーのものって真冬は首元が寒いんですね。まあその時にもこういったタートルネックカットソーを入れることで暖かいので、2つの観点から見てもすごくこの組み合わせは理にかなっていて、個人的には皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。あとは色合わせなんですけども、こういったネイビーだとかグリーン系のカットソーの上には明るい色を合わせるのも悪くはないんですが、できれば同系色といいますか、同じような濃い色でまとめてあげた方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。今僕が着ているようなブラックもいいですし、あとはもちろんネイビーで合わせてもグラデーション効果ですごく綺麗かなと思いますし、それ以外にはダークグレーですね、このあたりのもののアウターと重ねてあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひですね、皆さんの手持ちのフリースだとか、あとはノーカラー系のアウターなんかで合わせてみていただくとすごくバランスがいいので、トライをしていただければなというふうに思っています。あとはですね、こういったフリース以外にも他にも使い方があるので、ちょっとこの後着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度はですね、外側にはホワイトマウンテニアリングとユニクロのコラボレーションのですね、まあダウンジャケットですね、こちらを着てるわけなんですが、意外とですね、こういったスポーティーなダウンだとかナイロンジャケットだとか、あとはマウンテンパーカー、他にはパーカーとかもいいですね。そういったものの内側にこのようなソフトネック、タートルネック T シャツはめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。まあ、特に今季のですね、ホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションモデル、こちらはですね、ジップ使いがすごく特徴的で、まあ上の方はちょっと開けてあげて、少しこういった首元からですね、タートルネックを覗かせてあげて、さらにはですね、ダブルジップになっているので、下は開けることで、このグリーンの綺麗な色を出してあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、まあ、基本的には暗い色合いのコーディネートなんですけども、その中でも少し色を変えてあげながらですね、このカットソーを使ってあげると、なかなかいい組み合わせになるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、こんな形で真冬も対応できますし、まあ、それ以前の今時期だとナイロンジャケットの内側に使ってあげたいだとか、パーカーとの組み合わせもいいので、ぜひですね、ちょっとスポーティーなアイテムとこのようなタートルネックカットソー合わせていただければなというふうに思っています。続いて今度はですね、白のカットソーに着替えながらコーディネートをお見せしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで白のタートルネックカットソーの方に着替えてみました。まあ、だいぶですね、雰囲気は変わるかなと思うんですが、白の方がやはりですね、爽やかな印象になるかなと思ってまして、今度白を着る場合にはですね、外側にはベージュだとか、あとはオフホワイトだとか、ホワイトなんかで重ねてもいいかなと思うんですが、明るい色のトップスと合わせてあげると結構馴染みがいいかなというふうに思ってます。今僕が着てるのはブラウンからベージュぐらいの色味のですね、パーカーなんですが、このような形で結構パーカーの内側に襟元を覗かせてあげるだけで、いつものスタイルとは全く違った見え方がするので、ぜひ皆さんもですね、これから寒くなったら、パーカーとタートルネックのカットソーの組み合わせ、トライをしていただきたいなというふうに思っています。僕もですね、去年ぐらいからこういったスタイルを取り入れていたんですが、
結構あったかいですし、見え方としてもですね、だいぶですね、新鮮な感じになるので、まあ最初は見慣れなかったりもするんですが、ぜひ皆さんにもトライをしながら、着こなしの幅を広げていただければなというふうに思ってます。今僕はですね、ベージュとかブラウンのものを着ていますが、その他にですね、もちろん濃い色でも合わないことはないので、ちょっとこの後試してみたいと思います。はい、着替えてみました。今度はですね、ブラックのプルオーバータイプのフリースですね。こちらも今季のユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションモデルなんですけども、こちらの内側に白のタートルネックカットソーを重ねてみました。どうでしょうか？この組み合わせもね、なかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。このプルオーバー自体にちょっと襟の高さがあるんですが、その内側にさらにですね、襟の高めのタートルネックを入れてあげることで、結構ですね、見た感じもバランスがいいですし、シンプルにあったかいですね。この着こなしであれば、おそらく12月中旬ぐらいまではですね、いけるんじゃないかなと個人的に感じています。意外とですね、白のタートルネックもコントラスト高めの着こなし悪くないかなと思ったので、ブラックだとかネイビーだとかダークグレー、そういったアウター系と合わせてみるのもいいかなと思うので、ちょっとした差し色にもなるので、ぜひですね、このような着こなしも皆さんにはトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロのですね、秋冬の定番となるソフトタッチのタートルネック T シャツを皆さんにご紹介させていただきました。これはですね、僕のようにタートルネックがあまり得意でない方こそぜひ体験をしていただきたいなというふうに思っています。まあ実際にですね、これを重ね着することで、僕はキャンプなんかにも行くんですけども、かなりあったかいですね。首元が隠れるだけで体感温度が大きく変わりますし、あとはレイヤードのパーツとしても全く見え方が変わってくるので、クルーネックのアウターですとか、あとはセーターですとか、フリースですとか、まあ様々なものと重ね着をしながらですね、皆さんにもぜひ楽しんでいただければなというふうに思っています。結構この商品って似たようなものが毎年展開されるんですが、本当に寒い時になると、もうですね、サイズ切れが起きてたりするので、ぜひですね、ちょっと前段階に購入することをお勧めしたいなというふうに思っています。まあ、オンラインですとか、あとは店頭でもですね、見ることができるので、ぜひまず試着からしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。